エドワード・ C ・オルドリッチ・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家、空軍次官、国家偵察局長、空軍長官など国防総省及び軍需企業の数多くの役職を歴任した。そしてマクドネルダ・ダグラス社のエレクトリック・システム、カンパニー社長、エアロスペース・コーポレーション最高経営責任者、調達、技術、兵隊担当国防次官を務めた。 1938年8月18日にテキサス州ヒューストンに誕生する。2001年5月8日に調達、技術、兵壇担当国防次官に就任し、国防総省における調達、研究開発、兵壇、先端技術、国際プログラム、環境安全保障、核、科学、生物プログラム及び産業基盤を所掌した。 2002年に開発試験が完了する前に F-35 の調達を承認し、そのことが技術進歩のための新しい基準を生み出し、調達に関するビジネス観光を書き換えたと述べた。ただし2012年にフランク・ケンドールは調達した機体の回収のために3億7300万ドルの支出が必要となったことから、初飛行の何年も前に、 F-35 の量産を開始したのは、調達上の過護であったと述べている。また次のような多様な職務を歴任している。次の組織に所属している。受賞歴としては、国防総省功労者賞、国防長官功労者賞及び、国防総省功労者賞がある。2005年には、宇宙財団から、その最高の栄養であるジェームス・イーヒル将軍障害。 宇宙業績賞を受賞した。バンデンバーグ空軍基地から発射される最初のスペースシャトルミッションとなるはずだった STS-62A にペイロードスペシャリストとして登場することが決定していた。このミッションはチャレンジャー号爆発事故の影響で中止となり、オルドリッチはその後も宇宙に飛び立つことがなかった。ありがとうございます。